美祢市にある秋吉堂に行っています。秋吉台の地下に広がる日本最大級の鍾乳洞ですね。お、車入ってくる。ここはですね、料金が当然かかるんですけど、僕はね、この美祢市民なんで、チケットがね、ちょうどあるんですよ。割引券が。割引券というか、優待券っていうのがあって、市民なら無料っていうのが、今日まであるんですよ。せっかくなんでね、行ってみます。お土産物屋さんも結構ありますね。この通りに。ここは何て言うのかな、アーケード。アーケードっていうのかな。これすごいね。クイーンズヘッド。女王頭。あ、台湾なんだこれ。すごい形だね。四方堂まで約300メートル。今日はこの天気もあってちょっと人がまばらですね。いつも土日ならここ結構晴れてたらおるんですよ。歩いてるんですけどね。今日はあまりいない。電磁カッパ。トリギエ遊学。みずほ。白井区。開いてる店と開いてない店がありますね。世界の名跡。これ台風対策かな。大和屋。ここは何の店だろう。大和屋、旅館みたいな感じかな。でもなんかやってなさそうですよね。ここはカフェ、カフェかな。立花。若竹。
あ、ソフトクリーム売ってますね。秋芳館導入口店、こんなにずらり、もうあれだね、ソフトクリームのソフトクリームゾーンですね、ここまさに。ここは空いてるんだ。お土産物屋、めちゃくちゃ種類があるな。あ、ここもソフトクリームゾーンだね。清志郎、はい、じゃあ行ってみます。1300円が無料、うん、教師台特定公園、この秋吉台の下に広がってますね。特別天然記念物秋吉を行ってみましょう。川は結構激しいですね。台風の後だからやっぱ川の量が多いですね。ああ、ここにも修法堂の石がありますね。あ、この辺から結構人がいますね。ああ、ここから撮影スポットか。転倒注意。これね、本当に滑るわ。うわ、えぐいな。すごいな。なんか滝みたいになってる。ここすごい。これやばいな。滝じゃん。これやばい。いやー。
由が丘。秋吉と冒険コース。体験料300円。あ、こっちが冒険コースなんだ。いけないですね。うわ、すげえな、これ天井が。めちゃくちゃこれ。高いわ。天井、え、こんな高いの？めちゃくちゃでかいよ、この洞窟。さすが日本最大級の鍾乳洞だけのことはありますね。料金箱、体験料300円。これなんだろう。ああ、冒険コースか。青天井。何これ。研究に使用してます。研究中ってことか。こっちはね、川みたいになってますね。長渕。あ、コウモリが飛んでるな、上の方。お、すげえ。これ100枚皿ってやつかな。確か100枚皿だったと思う。これやっぱりそうだ、100枚皿。ここはなんか滝っぽくなってますね。あら、入り口の滝はすごかったです。凄まじかった。これなんだろう。うわ、マジで空間が広がったぞ。マジででけえ。こんなでかい洞窟見たことないね。どうない富士。そうね。富士山を連想させるどうない富士。確かに富士山っぽいね。
お茶色。カウンターっぽい。確かに。ここも滝みたいになってるね。音がね、もう轟音だね。ちりめん岩。危険。変わらないね。町だ。田んぼみたいになってるところが。スララみたいになってる。でかい。めちゃくちゃ強岩だな。笹尽くし。あ、ここに名前があるんだね。笹尽くしっていう。確かに水がない滝みたいだね。人が止まってるの。これみたいにライト持ってる人いないな。休憩所か。赤岩章ね。奥谷入り口行ってみましょう。ちょうど今のところは分岐点になってるね。おお、すごい。これ黄金柱っていうんかな。うわ、これは
凄まじい。すごい強いわ。これやばいね。半端ないわ。小金柱であったと思う。高さ15メートル。大仏岩。おお。大仏見えるかな。猿滑り。猿でも滑るから猿滑りってことか。これより先が黒谷、どっちだろう。資料約300メートル。徒歩15分。結構あるね。あの分岐点は一体何だったんだ。ガンクツオって名前がすごいね。クラゲの滝登り。おお、クラゲに見えるわ。確かに。頭上注意。ご丁寧に。屋根が雨しずくが落ちないようにかな。雨しずくっていうのかな。しずくか。これ屋根になってるな、ここも。ああ、やっぱ落ちるんだね、ここ。サミダレ御殿。サミダレ御殿。マリア観音。はあ、確かに観音像に見えるね。しかもこんなとこに、この道の真ん中にあるって。確かに。
黒谷か、黒谷口。今ここですね。現在地。3億年のタイムトンネルを抜けると、そこが終わりですね。終点ですね。入り口から、全部で1キロか。1キロ歩いてきたのか。確かに結構歩いたな。バスも出てますね。で、ここが3億年のタイムトンネルですね。行きましょう。おお、なんか幻想的だな。終点にふさわしいね、なんか。これ絵は何？何で描かれてるの？なんか割と新しいな。しかしこれ距離あるな、結構。結構あるよ。なんかこの絵がなんかジブリのアニメみたいな感じがする。そんな感じに見える。ジブリっぽいな。まあ、この絵はもうあれですね、こう3億年の歩みですね。こういうアニメがあるんなら見てみたいですね。この絵は結構個人的には好きですね。いいね。人が来た。現代か。キャンピングカこっち。これ何なの？いやいや。すごい仕掛けだな、さ、それ。焼かないじゃん。いやいや、開かない。焼くのか。ありがとうございます。ああ、わかりました。ああ。お土産物屋ですね。お食事所もあるんか。一緒になってるね。3億円の財布。ゲットで再入力できます。
今日何持ってます。僕らも入れるんだね。ああ。こっちは何？待合所、休憩所か。まあこっちは特にないね。はい、終わりですかね。ここまでかな。まあ終点が黒谷口ということで終わりましょう。はい、ということで秋吉郎でした。